6時になりました。7月6日水曜日6時になりました。おはようございます、寺島直政です。上空重たさの雲あるんですけれども、地上からですね3割ぐらい行ったところ、少し明るくなってきてますね。雲の色にも差がつき始めました。 24.5 度の浜松町、ラジオ機のあなたの周りいかがでしょうか。今日の関東地方、湿った空気の影響で大気の状態は不安定です。各地で雲が広がりやすく、にわか雨や雷雨のところがあるでしょう。内陸の地域を中心に昼頃から活発な雨雲がかかり、局地的に激しい雨が降る見込みです。最高気温は30度前後のところが多く、蒸し暑さは続くでしょう。体調管理、食品の管理などご注意ください。明日も雲が広がりやすく、すっきりしない天気でしょう。東京地方、今日は曇り、降水確率は午前が 20%、 先ほどと変わりましたね。午後以降 30%、 明日も曇りの予報です。そして現在警報が伊豆諸島の八丈島と三宅島に、大雨警報、洪水警報が三宅島に出ています。関東全域雷注意報、そして海沿い波浪注意報が出ているところが伊豆諸島、神奈川の三浦半島、千葉県北東部、茨城県波浪注意報ですね。そして強風注意報が茨城県北部、千葉県の北東部、そして神奈川の東部、濃霧注意報が茨城県、千葉県、伊豆諸島となっています。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。森永さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。まあ、昨日の夜の時点では、この決算にかけて関東もですね、結構激しく雨が降るんじゃないかと言われていたんですが、その塊が海の方にずれましてですね、今も曇りの状態で、そうですね、よかった、被害がなくてというね。なんかもう本当にこの数日天気予報を見てると、なんか見るたびになんか雨の予想になったり、曇りになったり、雷マークがついてたり、なんか大変ですよね。予想しづらいね。なんか外出するときにこう傘を持っていこうかとか、靴どうしようかなとか、いろいろ悩みますよね。そうです。昨日の夜は私、長靴履いてこようかなと思ったくらいですからね。そうですよね。まあでもね、起きた時には、あと予報、新しいのを見た時には、ずれてよかったっていう、そんな感じで、先ほどもお伝えした通り、水亀は今関東地方は、まあ、かなりいい、あの 80% の後半とか 90% 台ですから、水不足の心配も今のところはね、ないという状況ですね。そうですね。やっぱりこう梅雨がね、なんかいつ終わったんだっていうぐらいでさっと明けてしまったんで、明けが早かった。まあなんかその生活をする分にはね、雨降らない方が楽な部分もありますけど、まあ、やっぱ水不足って観点ではちょっと怖かったですから、ひとまず安心というか、さてこちらも大変でしたね。 KDDI、 今月2日の未明に発生した AU の携帯電話などの大規模な通信障害について、発生から86時間経った昨日午後3時半過ぎに全面的に復旧したことを確認したと発表しました。今月2日の午前1時半過ぎに発生した KDDI の大規模な通信障害、全国で AU のほか、同じ回線使っています UQ モバイルとポボの通話、あとデータ通信がつながりにくい状況となりました。また AU の回線を利用する気温などをこの観測するアメダス、あと貨物列車の運行、こういったこの暮らしの広い範囲に影響が及びました。で、会社はですね、4日午後4時になってデータ通信に加え、音声通信も全国でほぼ回復したと発表しました。そして4日夜の記者会見で、全面的な復旧の判断は昨日5日の夕方になるという見通しを示していましたが、昨日午後3時36分に個人や法人がサービスを正常に利用できていることが確認できたと発表しました。これにより大規模な通信障害は発生から86時間、およそ3日半で全面的に復旧したことになります。 KDDI の大規模障害、完全復旧までにしかし86時間、3日半かかったんですね。まあ、これは結構
私はまあ運よくあの影響なかったんですけれども、はい、ただ周りの方に聞くと、まあ、すでにね、まあ、そんなに大きな話じゃないですけど、はい、ちょっとこう仕事でトラブルになっちゃったとか、本来受けれる仕事が流れちゃったとかっていう話も聞きましたんで、はい、まあ、やっぱ結構大変だったんだなっていうこととともにですね、はい、まあ、要はその今のこの携帯の通信って、まあ、ある意味普通に生活のインフラになってると思うんですけれども、まあ、いわゆるこの大きな3つのキャリアのうち1つが障害が起きただけでこうなってしまうっていうのを見ていると、まあ、本当にそれこそ停電なんか起きたらとんでもないことになるなって改めて思いましたよね。でもね、今我々一安心なんて思ってたら大間違いで、この後暑くなってくるわけですよ。そして、まあ、火力発電所がいくつかねまた立ち上がったというものはあったとしても、はい、故障の危険もあるわけで、まあ、やっぱね、我が国は地震が多いですし、はあ、そうですね、地震もあるしね、まあ、つい最近もね地震の影響で火力発電所が止まっちゃってなんてことありましたからね、福島の3月、はい。で、まあ、先ほどもですねお伝えしましたけれども、岩手県宮城の中部で震度4という地震も今朝あったんです、はい、5時10分ぐらいですか。ですからこれでまたね大きな揺れになると、壊れていなくても一時的に停止なんてこともあり得るわけで、はい、そこでバランスが崩れるってことも可能性としては否定はできないんですよね。そうですね、なんか本当にちょっとこう怖いっすよね。普通にこので電波が1キャリア止まっただけで本当にこれだけの騒ぎになるのに、はい、大元のその電気っていうところが遮断されてしまったら、もうね被害はそうそうたるものだってすぐ想像できるわけですから、ね、はい。で、金子総務大臣はですね昨日 KDDI の通信障害について総務省幹部の派遣や今後について語りました。冒頭金子大臣は、日常生活や社会経済活動に必要不可欠な中でサービスが2日以上にわたり利用が困難になったことは改めて遺憾に思っている。特に復旧作業が終了したと公表した後、音声通話が利用しづらい状況が長時間継続したことなどを踏まえれば、利用者の周知広報については通信事業者の責任を十分果たしたと言えないと、穏やかな口調ながら厳しく指摘したといいます。いやー、今あの森永さんがおっしゃった通りで、もう欠かせませんからね。そうですね、まあ、なのでご指摘の通り、はい、インフラを、ね、支えていく中においては、他の民営企業とは違って、まあ、こう責任感持ってやれっていう指摘はまあごもっともなんですけど、まあ、ただ一方でやっぱこのインフラ系の仕事されている方って本当に大変だなと思うのが、結局その普通にサービスを問題なく提供していることがもう当たり前というか大前提とされてしまうので、結果的にその仕事の評価のされ方って必ず減点ゲームになるんですよね。100点満点のサービス提供している間は、いや当たり前だろって言われて評価されずに、でちょっとミスが起きるとふざけんなとこう叩かれると。でこれ私もともと証券会社にいた人間なんで、もう証券会社のシステムなんてまさにこの関係なんですよ。つまり常にこう何のトラブルもなくお客さんに提供サービスを提供しているのが当たり前になっていて、もうちょっと障害を起こそうもんならもう社内でもどやされるし、まあ、当然お客さんからもね、もうコールセンターに苦情いっぱい来るしっていう、だからこのインフラ担当やられてる方たち、いや大変だなっていう思いますよね。まあ、このそれこそ発電所のメンテナンスもそうですけども、止まっちゃった故障しちゃったなんて必死でもう徹夜でやるんでしょうからね。いやそうですよ、だって私も証券会社その外国株のチームを担当してた時とかって結局時差があるんで、アメリカ側でこう障害とか起きると、普通に夜中の2時とかにこうニューヨークと電話つないで、あのもう緊急会議したりとかしてましたから、本当大変なんですよね。そうなんですね、はい。文化放送テラちゃん、おはようテラちゃん。時刻6時12分です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。今ニューヨーク株式見てますけれども、7月5日取引を終えてマイナス129ドル44セント、こちらで取引を終えてますね。3万967ドル82セントで取引を終えております。まあ、ただですね、一時、先週末と比べて700ドルを超える大幅な値下がりとなったという
ということです。まあ、一旦ちょっと驚きましたけどもね。まあ、そうですね、ちょっとヨーロッパ時間というか、はい、欧州の株式市場やってる時間帯、その天然ガスのですね、はい、供給懸念というのがまた高まって、まあ、このエネルギー高というのは欧州の景気減速につながるんじゃないかみたいな話があってですね、はい、その世界的にちょっと一回景気減速懸念ということで、はい、まあ、実際それを受けてアメリカの原油価格がですね、100ドルこう下回るような、局面もありましたんで、それでも一時ですね、700ドルぐらいダウが下がったと、はい、いうところですけど、まあ、引けにかけては、はい、この下げ幅どんどん縮小して、はい、まあ、終わりで見ると130ドル安ぐらいと、いうことですよね、はい、ここまで動くんですね。まあ、でも、株式市場って今結構そのアルゴリズム取引というか機械的な取引もかなり増えているので、はい、本当にこのいわゆるボラティリティというか揺れ幅がすごい大きいんですよね、はい、特にその大きくなるときって、その荒れやすくなるんで、はい、やっぱしばらくはこういう、こう、場中に1000ドル近く下がったりとか、逆のパターンですよね。1000ドル上がったりなんてことっていうのが、まあよく起こるでしょうね。そうですか。はい。さあ、それではですね、ニュースピックアップ、こちらから。日経新聞、食品の6割値上がり。原材料価格などの高騰を背景とした食品の小売価格の上昇が鮮明になってきました。パンや冷凍食品など主要60品目のスーパーでの店頭価格、6割の品目で1年前より上昇。一方で値上がりの品目の半分は販売額が減りました。で、食品メーカーの相次ぐ値上げが消費者の買い控え、割安な商品へのシフト、これを招いた可能性があり、賃金が伸び悩む状況でのこの価格転嫁の難しさ、これが浮き彫りとなった形ということですね。で、特に値上げ幅高かったのが食用油が 11%、 マヨネーズ 15%。 2021年5月は店頭価格が1年前より高い品目21品目 35% でしたが、今年5月は1年で37品目が上昇しています。で、問題がこの消費者の所得が増えないこと、まあ、そうした中での値上げ上げです。生活防衛の意識一段と高めると見られているということですが、この動きいかがでしょうか。そうですね、実はこの間経済産業省のですね、小売業界の方たちと、はい、一緒に会合をしてきたんですけども、はい、やっぱその現場のお話を直接聞く機会があって、すごい、まあ、勉強になったというか、私がその仮説として立ててたですね、結局その家計防衛しなきゃいけない、はい、物価が上がるのに所得は上がらないから何とかしなきゃってことで、まあ、おそらくいわゆるですね、そのプライベートブランド、はい、こういうところに家計が逃げていくだろうと。で、家計がそういうところの安いところに逃げるっていうのがデータ上確認されてくると、やっぱその小売側っていうのはそう簡単に値上げしづらくなると、はい、まあいう、こう、いわゆるこうデフレスパイラル的な方向に走っていくんじゃないかという仮説を立ててたんですけども、実際に当事者の皆さんの話聞くとまさにそれが起きてて、もう家計が安いものに逃げ始めてるんですよね、はい、だから年内はおそらく値上げラッシュは続くと僕は予測してますけども、まあ、従前から僕はこの自説として唱えているのは、来年以降は政府が下支えしなければデフレに戻るんじゃないかと、まあ、このインフレ騒いでる中でね、デフレの話をするとなんかお前はデフレ芸人だとか言われるんですけど、いやでも結局その懸念っていうのは相当当たりそうだなっていうのは現実味帯びてるということなんですね。この間やっぱ小売業界の方と話してて思いましたね、はい、やっぱそのいわゆる家計がその値上げを、はい、許容してるみたいな発言で黒田さんがね、はい、炎上したことありましたけども、まあ、実態は もちろん黒田さんそういうつもりで言ってないの分かってますけど、もう実態としてやっぱり家計はもう全然値上げ受け入れられるような、懐状況ではないと、いうことがもう明確になってますよね。でも森永さん、だったら来年なんて言わないで早く手打たなきゃダメですよね。いや、そうなんですよ。だから今って将来値段上がるだろうなって、まあ、良くも悪くも家計がそう思い始めてくれてるんで、値上げしやすい環境下にあることは間違いないんですよ、はい、だから今のうちに値上げできるような環境なんだから値上げさせておいてと、ただその間にこうやって買い控えが起きちゃうから、そこを政府が減税とかで支えて、なるべく買い控えしないように支えれば、いわゆるいいインフレのスパイラルに入れるのに、結局何もしないじゃないですか。そうするとやっぱ家計って合理的なんで安いものに逃げるんですよ、で企業はその動き見ちゃうと、あ、やっぱ値上げしちゃダメというか、したらやられるってなるんで、結局また安売り競争に走っていって企業が疲弊していくっていう、だこのデフレスパイラルって本当に抜け出すのすごい大変なんですよ、だから欧米は
もうあらゆる手段を使って日本化するなっていうのを合言葉にいろいろやってるわけですよね。だから本当にこの千載一遇のチャンスを逃すべきじゃないのに、まあ、残念ながら今は何も手立てが打たれる様子が見えないですよね、うん、そうなんですね。はい、時刻6時18分です。おはよう、テラちゃん。時刻6時31分です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。日経新聞です。厚生労働省が5日発表した毎月勤労統計調査によると、物価変動の影響を除いた5月の実質賃金、前の年の同じ月に比べて 1.8% 減少しました。2ヶ月連続のマイナスでした。円安やロシアによるウクライナ侵攻の影響などで食料品やエネルギーといった物価が上昇し、賃金の目減りが定着しつつあります。で、この新型コロナウイルス下のですね、2020年7月 1.8% 減以来の落ち込み幅となりました。20年の平均100とした5月の実質賃金指数 85.2 でした。名目賃金に相当する1人当たりの現金給与総額は前の年の同じ月と比べて 1.0% 増の27万7016円と5ヶ月連続で増加しました。残業代などを含む所定外給与、この伸びが大きく 5.5% 増の1万8339円で14ヶ月連続のプラスでした。基本給示すこの所定内給与も 1.2% 増の24万7975円と堅調に伸びているとしています。ボーナスなどの特別に支払われた給与 7.0% 減でした。物価上昇の影響を受けた賃金の目減りですが、森永さん、これはどう見ますか？はい、これはやっぱり結構家計にとってはですね、大変な問題で、はい、まあ、その実質賃金を出すときのその物価の調整するですね、指標を何を使うのかっていうのはまたこれ数値変わってくると思うんですけれども、例えばそのこの間発表されたですね、消費者物価指数は、まあ全体で見ればまだ 2% ちょっと伸びだった話なんですけども、これを例えばその購入する頻度、これに合わせてちょっと物価を割り直してみると、我々が頻繁に購入するものの値段っていうのはもうすでに前年同月比で見ると 5% 近く上昇してるんですね、だからそのベースで考えると多分実質賃金でもうちょっとマイナス幅が大きくなるんですね。マイナスになる、さらに。で、まあその結局数字を出すときにその 何で割るかとかそういうのってただの数字遊びだって言われちゃうこともあるんですけども、まだやっぱ体感に近いので計算しようとすると、やっぱりもうちょっとこのマイナス幅というのは大きくなってしまう。で、当然その手元に入ってくるお金っていうのが実質減るということになれば、まあ、先ほどの話ともちょっとつながりますけれども、やっぱ家計は合理的に動こうとしますから、やっぱりなるべく質を落としてでも安いものを買おうとするでしょうし、まあ、無駄な支出っていうのはしないようにしていきたいって思うのはまあ当然なんですよね、で、実際その今消費支出を分析してみると、やっぱりその余暇に使うお金っていうのはコロナ前に戻ってないんです。外食とか旅行とかですね、ただコロナ前よりも支出が大きくなってる項目もあって、それって何かっていうと水道光熱費なんですよ。だ、つまりこのライフラインのためにはもうコロナ前よりも金を使わされてる状態だっていう、非常に家計にとっては厳しい。で、それはなぜかというと、この減資になる、給料が実質目減りしてるからということですよね、となると今の話聞いてても、じゃあそのね、避けて通れないこの光熱費だとかっていうところはやはり政府がね、そうですね、まあ、海外の事例見ると、例えばそのエネルギーにかかっている部分の税金を下げたりとか、まあ、クーポンみたいなもので手当てしたりとかっていうことをやってる国はあるわけですから、まあ、それを一つ参考にですね、日本の政府も本来は動くべきなのかなと思いますけどね、まあ、でも今の森永さんの話で、その立場立場で何で割るっていうのはやっぱりこのポジションで決まるんでしょうね。そうなんですよ、だからやっぱ経済指標はちゃんと生データを見て、この報じられているデータは何で計算されているのかっていうところまでを見抜かないと、都合のいいポジション得に騙されちゃうと。
はい、まあ、参考になるのが森永さんが先日お出しになったね、経済指標読み方がわかる辞典というのが、まあ、これ出てますんでね、日本実業出版社からこれ出てますんで、こういうのを参考にしてもらいたいですね、はい、はい、また後ほどお話伺います。時刻6時40分です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。今朝もいろいろニュースが入ってきています。高知県では昨夜から今日未明にかけて線状降水帯が発生しました。まあ、各地で被害が明らかになってきています。高知県では5日未明に短時間に大雨をもたらす線状降水帯の発生が確認され、四万十町と須崎市で3時間の降水量それぞれ 194.5ミリ、208ミリと観測史上最多を更新しています。で、高知県では土砂崩れや住宅の床上浸水などの被害が確認されました。で、温帯低気圧は6日本州の南岸に沿って東に進む見通しです。6日午後6時までに予想される24時間の降水量が関東甲信が180ミリ、東海が150ミリ、近畿東北が100ミリ、四国60ミリ、北陸50ミリとなっています。まあ、関東の場合ですね、昨日の予想よりも雨雲が海上を通っているため、この雨の降る範囲は狭くなったという状況ではありますけれども、まあ、これから森永さん、こういう状況が何度となくこの夏だけでも襲ってくる可能性はあるわけですよね。そうですよ ね、なんか本当に少し前の自分の実感と比べてもですね、はい、ちょっとやっぱ異常気象みたいなのが多いですよ ね、なんかすごく暑くなったりとか、はい、もう一部地域でいわゆるゲリラ豪雨みたいな、しかもその昔でいう何でしょう、夕立とかそんなレベルじゃなくて、本当バケツひっくり返したような雨が短時間にね、降るなんてことが増えてるイメージがあるんで、あとは寒気の影響で氷が降ったりだとかね、そうですよね、竜巻が起きたりだとか、いろいろなものが起きますものね。だからこの異常気象っていうのは予想できないですし、はい、そうですね、とはいえそのね、はい、時が経つにつれてインフラっていうのはどんどん老朽化していくわけですから、はい、インフラが老朽化する一方で異常気象の回数が増えるってなると、はい、まあ、当然だからね、その停電もそうですけど、いろんな被害が出る可能性ありますから、やっぱもう先手先手で、はい、あのインフラの改修とかやっていってほしいですよね。さて、10日投開票の参議院選挙について朝日新聞社は、4日と5日全国の有権者を対象に電話とインターネットによる情勢調査を実施しました。取材による情報も加えて終盤情勢分析したところ、自民公明の与党引き続き堅調で、改選過半数の63を確保し70議席台、こちらに乗る勢いだというふうに出ていますね。与党に国会での改憲論議に積極的なこの維新、国民民主を合わせると80議席を上回り、非改選84議席含めると改憲の国会発議に必要な3分の2の166を超える可能性が強まっていると言います。まあ、与党が勢いづいているという、まあ、この勢いは変わらないというこの朝日新聞の分析、こういうのも出てきましたね。そうですね、はい、まあ、現状周りの声を聞いていても、まあ、与党がですね、はい、まあ、勢いづいているというよりは、まあ、現状維持とか現状維持、はい、っていうような印象は私も受けますね。はい、さあ、それではですね、ここからは森永さんに東京23区の消費者物価指数を徹底分析、こちらについてお話を聞きます。先週末に東京23区の消費者物価指数が発表となりました。先月6月分の速報値です。このデータ、森永さん、どういう感想をお持ちですか？そうですね、まあ、これあのいわゆる全国の消費者物価指数に先駆けて出てくるものですから、はいはい、東京が23区ですね、はい、そうですね、はい、まあ、なのでちょっとこう先行指標みたいな扱いを受けるんですけども、はい、まあ、これで見ると、前年同月比の伸びが総合で 2.3%、はい、でまあ、一番よく報じられているこの生鮮食品を除く総合、はい、コアと呼ばれるやつは、はい、まあ、2.1%、はい、そこからエネルギーも除くと、まあ、1% という結果になっているんですね。コアコアですね、はい、はい、まあ、なのでその物価全体の伸び感としては、はい、
まあ、そんなに皆さんが多分実感されてるほどは伸びてないっていう印象を受けると思うんですよね、はい、ただまあこの生鮮食品を除いたこのいわゆるコアと呼ばれるものが 2.1% だって話をしましたけども、これ遡ってみると2015年の3月以来の一応水準までは来ているという事実はあるんですね。はい、でこの2015年3月以来って要は、前の消費増税これの影響があったんですよ、はい、だそういう特殊要因を除いて考えると、もうこれ 2% 超えてくるのってもう92年11月以来とかなんで、まあ、伸び率という数字だけで見ると、まあ、結構それぐらいの水準まで、はい、今来てるということはありますよね。数字としてはそれが分かってくるということですね、はい、エネルギー通信費ってのはどうなんですかこれは。そうですね、今回その総合で 2.3% って話をしましたけど、はい、まあ、このうち企業の分析するとエネルギーがだいたい1ポイントちょっと、押し上げて今の数字になってますんで、はい、やっぱりこのエネルギーが物価全体を押し上げているという構図は変わらないと、はい、で通信費はまあ携帯の企業度がですね、はい、0.28 ポイントぐらいマイナスになってますんで、はい、まあ、なのでそういう特殊要因がなければさっきの数字プラス 0.3% ぐらいの伸び率って考えていいと思うんですよね、はい、で、まあ、ちょっとマニアックな細かい分析をかけていくと、まあ、そのいわゆる生鮮食品、この野菜とかそういう以外の食料の値段っていうのがすごい上がっていて、今そうですね、例えば調理カレー、はい、これがもう前の年から2割近く 18% 上がってますし、はい、まあ、あとは皆さんがその外食で行く焼肉屋さん、はい、これの物価も 5% ぐらい上がってるんですよ、まあ、ってことは値上げってことですかね。そうですね、まあ、あとはそのマニアックな項目でいくとせんべいとか何気に 10% 以上上がってますし、 10% ですか、アンパンとかも 8.5% ぐらい上がってるんですよね。だ結構そのいわゆる値段が動きやすい生鮮食品以外の食品も結構値上がりが激しくなっているんで、まあ、やっぱそう考えると家計に相当影響があるなと、であとはそのやっぱ今暑くなってきたんで、まあ、エアコンですとかあと冷蔵庫の買い替え、いわゆる家庭用の耐久財って呼ばれるものも、まあ、トータルで見ると今前年比で 9% ぐらい上昇してるんですね、だこういうものも値上がりしてる 10% 近く、はい、だそう考えるとやっぱ家計の体感で言うと、まあ、さっき私が言った 2% ちょっとの物価上昇っていうものよりも激しいインフレを体感してると思いますよね、はい、でそのサービス価格の上昇はまだまだという声もあるんですけども、こうした意見はどうですか森永さん。まあ、そうですね、あのいわゆる財というか、はい、物の値段の上昇に比べれば、はい、このサービス価格の上昇っていうのは抑えられているというのは事実なんですね、で例えばそのサービス価格だけを取り出していこうとすると、例えば企業向けのサービス価格指数っていうものが日本にはあるんですけども、こっちの上昇率はまだ 1.8% 止まりなんですね、はい、ただこれも内訳を見てみると、まあ、例えば運輸とか郵便、まあ、こういう輸送系の値段っていうのは今実は上がっていて、はい、まあ、なんでかっていうとやっぱその特に国際運輸関連、これってあのやっぱ外交貨物の輸送で燃料価格の上昇が反映されちゃっているので、はい、まあ、やっぱ徐々にこういうサービス、郵便系のサービス価格って上がってたりとか、はい、あとはその不動産店舗の賃料とかを見てみると、やっぱこれもサービス価格扱いなんですが、やっぱ上昇傾向にあって、はい、でなんでこれ賃料上がってんのかなっていうのを見ていくと、やっぱりその一時期に比べればコロナ期間中のその経済活動の抑制みたいなのが解除されてるんで、はい、まあ、その影響で人が戻ってきたっていうことで賃料が上がったっていうことがどうやらあるみたいですね、そうですか。となると、まあ、先ほどの値上げの話もあります原材料費ですよね、これが高騰している、あとはその人手不足の輸送費の高騰もあると、うん、さらに円安、まあ、これも影響するでしょうから、物価高これ森永さんどうですか、しばらくは続くってことですか。そうですね、これもあの前から言ってる通り年内はまあ続くだろうなと、はい、で一番やっぱり今後考えられるインパクトがそのでかいイベントっていうのは、はい、まあ、やっぱ10月にですね、その政府の小麦の売り渡し価格の改定があるんですけれども、はい、やっぱここがどれぐらい政府が抑制するのかっていうのがポイントなんですね。抑えるかですね、はい、でここ、まあ、大体その春と秋に改定していくんですけれども、ここ数回ずっと高い改定率で来てるんですよ、で前回の春の改定の時も思いっきり上がったんですけども、はい、ただその時っていわゆるそのロシアウクライナ問題であるとか、まあ、足元を急激に進んだ円安であるとか、そういうものって反映されてないんですよ、だから丸々
そのウクライナ侵攻以降のですね、小麦相場の上昇とか、あと我々日本人から見た時のその円安による輸入価格の上昇とかって全部反映されるのは今度10月なんですね、はい、だ仮にですけれどもまだ分かんないんですが、ここで3割ぐらい例えば、受け渡し価格が上がってしまうって話になると、まあ、やっぱ小麦自体はそのいろんなものに使われてますよ ね麺とかパンとかお菓子とか、まあ、大体私たち口に入れるもの大体使われてるわけですから、はい、外の軒並み値段が上がっていくということで、やっぱ年内いっぱいっていうのはどうしても物価上昇が続いてしまうと、ただまあその後の展開を考えるとやっぱり政府がそこをしっかりと家計を支えない限りにおいては、じゃあ来年以降どうなるんですかっていうと、まあ、当たり前ですけど、この物価って上がり続けるって基本できないんですよ。はい、なんでかっていうと、その僕らの所得に関わってくる話なので、永久に物価が上がり続けて僕らの賃金が上がらないんだったら、いずれ買えなくなるわけですから、はい、そうするとそれを見越して企業っていうのはどんどん安く安くしようって絶対動き始めていくんですよね。あの消費者の購買力に合わせて、はい、ってなるとやっぱ来年ちゃんと政策を取らなければ、またデフレの方に日本だけ戻っていってしまう、はい、でこれは最悪で、デフレがもう一回再突入して日本経済がもっと弱くなっていく一方で、例えば世界全体は賃金も上がって物価も上がってますって話になると、はい、日本経済自体は縮小していってるにもかかわらず、外のものがどんどん値段が上がっていくので、はい、もう最悪な状況になるわけですよ、はい、国内はデフレ経済であると、ただ国外はマイルドなインフレになってると、世界からも取り残されていくってことですね。もうなんか貧乏な国が世界から高い値段でいろんなものを買わしてもらうみたいな、全然先進国とは思えない状況に追いやられるリスクは相当高いと思います、ね、あの一方ではその物価上がると平均賃金も上がっていくんだみたいな意見もありますけども、そうはならない。そうですね、まあ、今はもう物価上昇が買い控えに、はい、もう今の時点でそういうデータ見えてますから、そうするとどうしても企業は賃上げって方向に動く余力がないですね。ないですね、となるとやはりここは政府の手こ入れ。そうですね、減税とか給付金で支えるしかないと思いますけどね、それもなるべく早くですね、はい、もうそれがもう分かってきてるという状況ですよね。そうですね、はい、ニュース最前線でした。時刻6時54分です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。今朝の森永さんは横浜ベイスターズのブルーの、ね、はい、ユニフォーム姿なんですけども、う夏ですね。そうですね、まあ、でもなんかここ数日、はい、結構涼しいですよね。比較的ね、なんか夜ランニングしてて、まあ、もちろん汗はかきますけど、なんか一時期の、ちょっともう、ね、走ってて命の危険を感じるような暑さからは解放されたっていう気がします、ね。はい、さて、まあ、そんな中ですね、森永卓郎さんがですね、お父様、森永卓郎さんがお隣の放送局で夏の風物詩年内経済、崩壊論、これをまた語り始めたという情報が入ってきました。毎年年始めには森永卓郎さんが5月バブル崩壊論、これを唱えるのは、まあ、新年の挨拶みたいな感じになっているという指摘もあります。もうもはやですね、夏の怪談よりも怖くない、こんな言われ方もされるんですけども、森永卓郎が唱える年内日本経済崩壊論なんですけれども、下半期の経済についてお隣の放送局で森永卓郎さんこういうふうにおっしゃってました。森永さん、下半期は結構厳しいかもしれないと経済状況が悪化することを示唆、その要因の一つに物価上昇を挙げ、5月の消費者物価上昇率は 2.1% にとどまっているが、エネルギーと食料品が値上がりしている。エネルギーでいうとガソリン価格は政府の元売りへの補助金が上限に達したため、6月27日現在の価格が175円と4週連続の高値更新となっていると明かしまして、今後も生活必需品が軒並み値上がりしていく、こういうふうに分析をしました。この下半期の経済が厳しくなるというお父様の見方ですが、これは森永さんいかがですか。そうですね、ここはあの僕全く同じで、はい、同じ、やっぱ、ね、先ほども言いましたけど年内はですね、はい、物価上昇続いていくわけですけども、はい、まあ、それに応じて日本のね皆さんの賃金が上がることはまずないですから、
今はね。そうするとやっぱ年内は厳しい、はい、という、まあ、この経済的な見方に関してはですね、はい、まあ、一緒と、いうことですね、さらには番組内で新型コロナウイルスの感染拡大についても大予言、新型コロナ感染症拡大が苦しい経済状況を招く要因になると明かしまして、これから感染力が高くワクチンが効きにくい BA.5 系統のウイルスが主流になった場合、今後の爆発的感染拡大は避けられないと見られると分析をしたと。ちょうどお盆の時期に感染拡大のピークがやってくるのではないか、まあ、こういうふうに予測しました。まあ、コロナの感染状況まで見通せる、お父様守備範囲広いですね。いやこれね、あの守備範囲が広いっていうんじゃなくて、無理やり守れないとこを守ってるわけですよ。そういうことなんですか。たまにですね、このプロ野球とかでもですね、こうなんか助っ人外国人とか来ると、なんかその、ま、前の評判では下馬評ではそのなんか外野も内野も守れるマルチな選手が来るみたいな、でいざ守らせてみるともうろくに内野も守れないから結局気づけば指名打者になってるみたいなパターンよくあるんですけど、パターンある、もうそのパターンですよね。その守れないところまで守ってるんでやっぱエラーがいっぱい出てですね、で結果的にうちのコールセンターが炎上するっていう、コールセンター扱いになっていくということですか。半年前森永拓郎さんはですね、新年一発目の予言でどんな経済予測をしていたか振り返っておきましょうか。今年1月のアエラの記事です。今年5月か6月以降は株価が下落すると見ている金融アナリストが圧倒的に多いですね。みんな高所恐怖症になっていることは事実だから、一旦下げのトレンドが生まれたら加速度的に下がっていくと思います。アメリカ株はいつバブル崩壊してもおかしくない段階です。春には FRB が金利を上げるとも見られていて注目されています。それがバブル崩壊のきっかけになる可能性が一番高いと思っています。アメリカの株が下がれば日本は必ず道連れになる、だから今年はすごく危険な年だと思います。まあ、ここまで聞くとこれどうですかね。毎年言ってるんですよね、はい、だからこのノストラダムスでさえですね、はい、まあ、99年の夏だみたいなこう、はい、一応こう限定してたわけですけども、うちの場合はこれ毎年言ってますからね、でこれはギャンブルの世界でですね、はい、マーチンゲール法っていう理論上絶対勝てる書き方っていうのがあって、これは常にかけて負けたら倍額をかけ続けるとどっかのタイミングで必ず勝てるっていうやり方なんですね、はい、だまさにこの経済論壇においてマーチンゲール法を実践してるんじゃないかと。マーチンゲール法を実践、いつかそれは暴落する瞬間はあるでしょう、その時に当たると。今までの負けはチャラになると。すごい、そこから来てるんですか。じゃあかもしれないですね。私もちょっと昔マカオでこれを現地の人に習いまして、理論上はこれで絶対勝てると言ってました、ね、やったんですか。まあ、負けました、ね、はい、間もなく7時です。7時になりました。7月6日水曜日7時になりました。おはようございます、寺島直政です。浜松町曇り空ですが、この雲が結構割れてきてますね。もちろん青空が見えているという状況ではありませんが、先ほどまでは一つドヨーンとあった雲が少しこの日本線が入ったようなそんな状況です。25度ちょうどの浜松町、ラジオ機のあなたの周りいかがでしょうか。今日の関東、湿った空気の影響で大気の状態不安定です。各地雲が広がりやすく、にわか雨また雷雨のところがあるでしょう。内陸の地域中心に昼頃から活発なこの雨雲がかかり、局地的にざっと激しい雨が降る見込みです。空模様の変化にご注意ください。気温は30度前後まで上がるでしょう。湿度も高く蒸し暑く感じられそうです。明日も雲が広がりやすくすっきりしないでしょう。東京地方今日は曇り、降水確率午前 20%、 午後以降 30%、 明日も曇りの予報です。
です。現在大雨警報が伊豆諸島八丈島に、雷注意報関東全域、波浪注意報が千葉県北東部と茨城県伊豆諸島に、強風注意報が茨城県北部、千葉県北東部、神奈川県東部、そして伊豆諸島の南部、濃霧注意報が千葉県と茨城県、そして伊豆諸島北部に出ています。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。毎日新聞からです。小麦粉の価格が上昇しています。ロシアによるウクライナ侵攻の影響などで世界的に需給が逼迫しているためです。パン、麺類、そして揚げ物、ケーキ、お菓子、幅広い食べ物に使われる小麦粉に関わる業界からは悲鳴が上がっていると。輸入小麦のこの供給の不安をですね、背景に国産小麦への注目も高まっているんですが、増産への課題は多いようです。世界の小麦市場が動揺する中、国産小麦への注目が高まっています。で、国産小麦作付け前に生産者団体と製粉会社が生産数量というのを調整して、入札で価格水準が決まると。22年産では国産の主力品種の北ほなみ、この落札価格は1トンあたり5万円台と、輸入小麦よりおよそ 25% 安価になっているということなんですね。安価なんですねこれね。そうですね、まあ、だから本当にこの小麦に限らずですけども、はい、やっぱ国内でねちゃんと作れるようにするということ、はい、本当に大事で、結局さっきも話したんですけども、何でもかんでも海外のものに依存していると、はい、結局その日本国内で何かが起こったわけでもないのに、インフレの波をかぶって、家計がですね苦しむっていうことが、はい、まあ、今も起きてるわけですけども、多分このままいくともっとひどくなっていくと思うんですよ、はい、まだ日本は経済的に、まあ、その日本国民はそう思ってないと思いますし、私も思ってないですけど、一応データ上はまだ経済大国なわけですよ。ですね、だからこそまだ比較的買い、その外から買ってこれてますけども、はい、このまま成長もしないままですね、国民がどんどんこう弱っていくとですね、もうそれすらもまともにできなくなる時代がいずれ来てしまうわけですよね。本当にこの国内での供給能力を高めていくっていうのはまさに大事で、しかも食なんていうのはもう命に直結する話ですから、はい、まあ、やっぱねその国内の小麦もそうだし、あとは米ですよね、やっぱこれはやっぱ日本としては守っていかなきゃいけない産業ですし、はい、まあ、普通に米食ってれば僕からすれば美味しいしね、あの十分だろうってちょっと思っちゃったりもするんで、もっとここら辺をなんとかこう守っていってほしいし、はい、まあ、あとはやっぱ実際にその農家の方とも話をしていると、まあ、やっぱそのテクノロジーの導入のところですよね、これがまだ十分にされてないわけですよ、はい、だからその今僕らが持っているテクノロジーをもっとこの農業部門に対してもどんどん適用していくっていうところをやっぱ国を挙げてやってほしいなと思いますよね、はい、何かこの農業に対してですよね、薄い感じですよね、意識がね。そうですね、まあ、あの外国から買えばいいじゃないかっていうようなこの意識がなんか当たり前のようにこうねはびこってますけども、まあ、森永さんおっしゃったみたいに今回のようなこの有事があったりだとか、あと干ばつがあったりだとか、その自然の災害っていうのもありますしね。そうですね、まあ、でも本当に今ってテクノロジーがかなり進化しているので、まあ、その気温もそうだし、はい、湿度もそうだし、土の状況もそうですけども、比較的そのデータを見ながら、はい、その何でもかんでも人が全部ですね一個ずつ手作業でっていうことをやらなくても良くなってきているっていうのもよく聞きますし、はい、実際そのいわゆるそのアグリテックと呼ばれる分野でのベンチャー企業とかもポツポツ出てきてますから、やっぱそういう昔ながら農家さん と、はい、あとそういう新しく出てきた若いですね、そのアグリテック系のベンチャーとかうまくマッチングさせて、まあ、なんとかこの農業というものを守っていくと、はい、で そこに対してやっぱ予算つけてどんどん国がバックアップすべきだと思うんですよね、まあ、ですからあとはその畜産関係の飼料もそうですし、あとは肥料も
なんですよね。そうですね、もう今軒並みそこが値上がりしてて、結果的にやっぱね牛肉とかの値段が上がっているっていうのはまさにそこですからね、あとはねやはりこの肥料もこれなかったら生育の状況にこの関わってくるわけですから、このあたりもどうしていくのかっていうことですね。そうですね、だからまあこの何でもかんでも値段が上がっていっているっていうのは、家計にとっては大変厳しいことではあるんですけども、ただまあ前向きに捉えるとすればですね、今まではこの机上の空論として、なんかこの何でもかんでもですね国内で作らなきゃダメだとか、そのいわゆる経済安全保障の話って机上の空論でやってた人たちも多かったわけですけど、今実際にこうやって痛みを伴ってほら見ろみたいな感じですもんね、経済安全保障真面目に考えられる素地はできたわけなので、だそういう意味ではね、その目先辛いけれども、逆に言うとこの辛いという事実をもとに、やっぱその政策論争していってほしいなっていうふうには思いますね。まあ、転換点ってことですね、これね。そうなんですよ。結局やっぱその何事もそうですけど、実際に痛くないとこう議論に本腰が入らないわけですから、でまさに今国民がすごい苦しんでるわけなんで、やっぱその現実をある意味そのネタにして、ちゃんと戦ってほしいというか議論していってほしいんですよね。はい、時刻7時13分です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。ニュースピックアップ、今度はこちら。日経新聞、税収最高でも歳出の半分。財務省は昨日2021年度の国の一般会計の決算概要を発表しました。企業の業績回復を背景に税収は67兆円と2年連続で過去最高額を更新。税収は好調なんですが、新型コロナウイルス対策の予算が膨らんで歳出の半分を賄えない状況が続いていると日経新聞には出ています。21年度の一般会計の税収、20年度の 60.8 兆円を 6.2 兆円上回り67兆円となりました。前年度からの増加分、増加額はですね、消費税率を 8% にした14年度の7兆円に次ぐ2番目の規模となります。21年の末の時点で税収の見通しは 63.9 兆円でしたが、そこから 3.2 兆円ほど上振れました。税収の柱で基幹三税と呼ばれる所得税、法人税、消費税、この収入がいずれも伸びました。税収は20年度にそれまで最も多かった18年度の 60.4 兆円を超えました。コロナ禍で飲食、宿泊などの一部の業種が低迷する中での最多更新で、企業業績の回復の二極化が指摘されています。過去最高の税収と聞くとですね、これ景気いいのかななんて思うわけですが、森永さん、これはどう見ればいいんでしょうか。これはやっぱりなんでしょうね、こうイデオロギーと関係なく普通にこうシンプルにこのニュースにちょっと当たってみたいなと思うんですけれども、まずその景気がいいのかというところに関して言えば、これはもう別に経済指標なんか見る必要もなくて、皆さんの感覚でいいと思うんですよ。でそうすると少なくとも僕自身は景気がいいとは到底思わないんですね。例えば去年から見てなんか年収が何割も上がったとか、ボーナスがいっぱい出たなんてことは少なくとも僕にはないし、周りの知人と話しててもそんな景気の話は聞かないですけれども、ただ軒並み物価はね上がっているわけですよね。景気がいい要素なんかどこにもないと個人的には思いますから、まず景気がいいから税収が上がってるとは到底思えないわけですよ。でしかも消費税の場合って結局消費しないと人間って生きていけないわけじゃないですか。で当然ながらその売価というかですね、売られてる値段が値上がりすればそれに対して 10% かかってくるわけですから、当然その景気の良し悪しに関係なく取られてしまう税金であるということを考えると、明らかにそのなんだろう、景気良くないのに税収だけがこう上がっていく現状っておかしいんじゃないかって、まあその経済とか経済学とかそんな話じゃなく、いや普通に考えたらそこって思うよなって話なんですよね。でこの記事のタイトルって、まあ、税収最高であるという事実は伝えながら、歳出の半分だという表現の仕方なんですよね。つまりこれって言い方を変えれば、いや全然今の税収じゃ足りねえぞって話をしたいわけじゃないですか。でもやっぱここら辺もシンプルに考えたらおかしなこと言ってるよねって話であって、
まずそもそも税収が先にないと国というのは何もできないという誤った考え方を明らかにしていると思いますし、じゃあその税収の中でないと何もできないのだと、逆にその歳出が多すぎるのは問題であるという誤った価値観から言ってしまうと、じゃあ何ですかと、例えばコロナとかですね、まあ、あとはそのロシアのウクライナ侵攻であるとか、まあ、いわゆるその有事が起きた時も、国は国民をじゃあ救っちゃいけないんですかって話になるわけですよ、はい、だってあの国が投資をしたり財政支援するってことはそれだけ歳出は増えますよねと、でもそれをけしからんと言ってしまうってことは、有事が起きてもその弱い人たちは救うなということなんですかっていう話なわけですよ、はい、でしかもその救いたいんだったら俺たちは税収がないとそれできませんからねっていう変な脅しをかけている、だからなんかその皆さんがどう思ってるか、そのイデオロギーとかね、主義主張ってみんな個人によってバラバラだと思いますけれども、はい、いやまあ一旦そういうのはさておきながら、うん、今言ったようにシンプルにこのニュースを見た時に、みんな不思議に思わないのかなっていうところがちょっと謎なんですよね、僕からすると、あとこういう言い方どうでしょうか、まあ、あの今お伝えした通りにですね、基本三税ですか基幹三税ですか、所得税法人税消費税の収入が、まあ、いずれも伸びたと、で一般会計総額を見ると142兆円を超えていると、で新型コロナ対策として全部で36兆円規模の補正予算、これが出たと、で新規国債発行数57兆6千億だと、国債発行に頼る厳しい財政運営が続く、まあ、こういう言い方もあるんですけどもね。そうですよね。だから結局その税収で賄えないのに国債で発行していて、はい、それがけしからんっていう話なんだと思うんですけども、いやだからそもそも税収で全部賄おうとしてること自体がおかしな話なわけですよ、だってその予算を決めて支出して世の中にお金が出回って、でその一部を税として後から徴収してるっていうだけの話をしているのに、なんで何でもかんでも税収の中でやらなきゃいけないのかっていう、そもそも理屈がおかしいじゃんっていう、これ多分本当に僕なんか子供によくお金の勉強の話をしてるん で普通小学生理解しますからね、あの難しい言葉使わなければ、なんでそれを頭のいい方たちが理解していないのか、または理解してるないふりをしたまま言ってるのかもしれないですけどもね、やっぱおかしいと思わないといけないと思うんですけどね、この今の状況、まあ、ですからあの私が今あのこと口頭でお伝えしたのは某公共放送の言い方だったんですけども、だから、まあ、そのいろんな言い方があるわけでして、正しくだから私たちがやっぱり理解しておかなきゃダメだってことなんですね。そうですね。だから別にその何でもかんでも金をばらまこうぜなんて話をしてるわけではなくて、いや僕が言いたいのは単純にその税の仕組みとかね、そういうものを正しく理解してくれよっていうだけの話なんですけどね、で財務省が昨日実施した10年もの国債の入札では最高落札利回りが 0.25% と日銀が定める上限での決着となりました。海外勢の国債売りが続いて金利に上昇圧力がかかっていることを映すと、世界的に金利上昇が進む中、日銀が早晩金利緩和政策の修正を迫られるという見方が根強くあります。10年債のこの入札の最高の落札利回り 0.2500% と前回6月の 0.2410% から上昇して2016年1月以来の高水準となりました。国債入札では金融機関の応札を受けて利回りが低い、まあ、価格が高い、まあ、こういう順に落札をするということなんですが、日銀の金融緩和策の見直し、まあ、やはりこういうところでも出てくるんですね。だから最近はなんか日銀のですね、債務超過でなんか日銀が破綻して円安がえらいことになってみたいなのがなんか SNS でよく見られるんですよ、それを防ぐためになんか金融緩和なんかやめろとかですね、で、まあ、これはもう僕あの去年の秋からずっと言ってるんですけども、このまま選挙がですね何事もなく普通に通過していって、いわゆる黄金の3年間と呼ばれるですね、前は解散さえしなければ国政選挙が行われないと、次の衆議院までってことですね、っていうのを迎えた時何が起きるのかっていうと、やっぱり今のまさにセットのニュースが、実現していくと思うんですよ、つまりそのコロナでお金使いすぎて国の財政がまずいと、
もっと税収を上げなきゃいけないということで、まあ、それが消費増税なのか、またはそのいわゆる復興支援特別なんとかみたいな感じでコロナ税が出てくるのか、はい、これは分かんないですけど、まあ、増税の方向に行くでしょうねと、はい、でもう一個はこの金融緩和は良くなかったと、アベノミクスの失敗だとかって言って金利を引き上げていきたいと、はい、はあはあ、これ日銀総裁の人事で来年4月黒田さん変わりますから、はい、まあ、だからこの緊縮財政および金融引き締めをおそらくやると思うんですよね、このままいけば、はい、このままいけば、はい、でもその別に緊縮財政とか金融引き締めって別に経済のなんだろうなベースとなる体力が非常に高くて、はい、もうめちゃくちゃ国内経済が過熱してバブルになってますとかだったら分かるんですけど、今って真逆なわけじゃないですか、もう賃金伸びない、はい、非正規雇用の割合はどんどん増えていっている、子どもの貧困とかまで、まあ、本来そんなことあっちゃいけないですけど、はい、高まっているこの経済がボロボロの状態のところに、コロナであるとかロシアの、ね、ウクライナ侵攻による物価高とか、もうネガティブな要素がいっぱい満載になってるわけですから、とてもじゃないけどこのタイミングで、緊縮財政をしたりとか金融引き締めをしたりなんてとてもじゃないけど普通の感覚があればやらないはずなんですけども、はい、ただまあ今の感じだとやっぱこういうね報道を見たら分かる通りやりそうな雰囲気が出まくってるわけですよね、はい、ただまあでもそれを決められるのはね我々国民なわけであって民主主義ですからね、だから多くの人はそういうの支持してるんだなっていう、まあ、感想ですよね、まあ、それかまあ興味がないってことですかね、まあ、でもその興味がないって言うけども今、ね、物の値段が高くなって苦しいだとか、はい、まあ、毎月届くその水道光熱費の明細見て高いなとか、あとはたまに来る、ね、税金のその納めなさいよみたいなのを見て、はい、こんなに税金払うのとかってみんな思ってると思うんですよ、はい、それでもなんか痛みを感じてないとか興味を持たないっていうんだったら、それはもはや自分の責任だよねっていう話になりますよね、いやだから本当にこの選挙とかね、よくなんか一人が行ったところで意味ないとかっていう人も結構いますけども、はい、そういうことを諦めるから、うん、結局いいようにされてんじゃないの、うん、っていうところはやっぱ、まあ、前からねいろんな方も言ってますけども、はい、改めてねこんな時期だからこそ、まあ、考え直したいところではありますよね、はい、続いてはこちら、読売新聞、春闘賃上げ率 2.07%、 連合は昨日2022年の春闘の最終集計結果発表しました。基本給を底上げするベースアップと定期昇給合わせた平均賃上げの率、前の年より 0.29 ポイント高い 2.07% で、コロナ禍前の2019年と同じ水準に回復しています。この 2.07% の賃上げ率、この数字を聞いて森永さんいかがですか。まあ、一応そのコロナ禍前の水準に回復しているので、はい、まあ、上がってるよねって話だと思うんですけど、たださっきも言った通りで、もう直近の新しいデータ見ても、我々が頻繁に購入しているものの値段っていうのは 5% ぐらい上がってるし、上がってるんですもんね、水道光熱費だけで見ると 15% 弱上がってるんですよ、はい、でそう考えるとやっぱこのね賃上げ率がじゃ高いんですかっていうと、そうですね、とても高いとは言えないですし、でかつそのじゃあまあ、実際とはいえ賃上げされているという事実はあって、はい、何もしてないとかって叩く気は全くないですけども、はい、ただこれって一部の大企業の話だよねっていうことなんですよね、はい、で問題なのはやっぱ構造的に大企業が多少賃上げされたとしても、じゃあそれがきれいに中小零細企業にこう同じように降りていくんですかっていうと、そんなことはなくって、むしろ大企業がその人件費を上げたことによってその分減ってしまった利益をどこで転嫁しようとするかっていうと、まあ、中小零細に対して価格交渉して価格転嫁させないようにするわけですよ。でこういうのはもう企業の物価指数を需要段階別に見ていくと分かる話で、やっぱその素原材料価格とかがすごい上がってる、もう前の年に比べて6割ぐらい上がってるんですよ。でこれは加工されていって中間材になって最終材になってってなると、最終材だと 5% ぐらいまで物価上昇下がるんですよ、っていうことはそれ何意味してるかっていうと、下請けほどどこかが飲まされてるわけじゃないですか。飲んでるってことですね。本来は一番飲む体力のある大企業がそれやればいいのに、はい、大企業はそれやらないで、どんどんこの余力のない中小零細に押し付けられているっていうことが今起きてるわけですよね、だからやっぱこのコロナ前の水準まで回復したという、それは数字上はそういう事実はあるけれども、はい、やっぱ全然足りないっていうことは認識した方がいいと思いますよね、はい、続いてはこちら、朝日新聞、全国旅行支援に慎重論、
政府が7月前半の開始を目指している観光支援策の全国旅行支援に延期の可能性が浮上してきました。実施の前提となる新型コロナウイルスの感染状況が悪化して政府内に慎重論が出始めているためです。政府内にはこのまま感染の拡大傾向が続けば実施は秋以降になるという見方も出ています。全国旅行支援、都道府県ごとに実施している県民割の旅行先を全国に広げるものです。県民割の対象となる旅行先は同一都道府県内に始まって今年4月からはブロック割として関東や近畿といったこの一定のエリア内に広げています。で、補助額は2020年に実施された大型支援策の GoTo トラベルに近い水準です。1人1泊8000円を上限に旅行代金の4割が補助されます。で、これに旅行先で使える3000円分の買い物クーポン券がついて合計で実質1万1000円が補助されると。新たなこの旅行支援策、この旅行支援策自体はどうですか、まず森永さん。まあ、そうですね、やっぱりこの経済を再開していくっていうところにあたって、はい、まあ、後押しをする政策っていうのは、はい、僕は打っていいと思ってますね、はい、やっぱりそのなかなかデータを見ていると確かにそのなんだろうな、一時期に比べると旅行行ったりとか、はい、それこそ野球とかスポーツ見に行ったりっていう人は増えてるんですけど、ただデータだけを見てる限りだとまだやっぱコロナ前に全然戻ってないんですよ、はい、で、なんで戻ってないかっていうと、やっぱこの2年半近くにわたったコロナ禍によって我々の消費行動が相当変容してしまっている。で、まあ、それプラス外的要因として、まあ、物価上がって実質賃金下がってみたいな話もあると思いますけども、だからやっぱその一度変わってしまったものを改めて元に戻そうとするときっていうのは、やっぱその各自に任せるだけじゃなくって、やっぱ何かしらの支援とか後押しがないとなかなか作らないと動かないんですよ、だからそういう意味ではこういうところにお金を使って消費を喚起していくっていうこと自体は間違ってないと思います、はい、そして先月30日に開かれた厚生労働省の新型コロナ対策を助言する専門家組織の会合で、感染者が全国で増加傾向に転じ、夏場に向けてさらに増加ペースが加速する可能性がある、まあ、こういうふうに報告されました。岸田政権、参議院選挙に勝利することで安定政権目指しているので、感染拡大に拍車をかけかねないこの観光需要喚起策にはもともと慎重な姿勢というのを取っていました。そうするとこのコロナの感染が拡大傾向の中ですね、岸田政権の判断ですね、まあ、これがどうなっていくのかということですね。まあ、そうですね、はい、まあ、本来あっちゃいけないことですけど選挙があるんで、少なくともそれまでは、まあ、具体的に何するとかって話は進めていかないでしょうけど、まあ、ただなんかこれすいませんね、データとか全く無視して感覚で喋りますけど、なんかね、私の周りでも、周りって言ってもその物理的近いわけじゃないですけど、仕事で関係のある方たちがなんかこの 1,2 週間ぐらいでなんかコロナの陽性になったみたいな話を、森永さん、実は私の周りでもそうなんですよ。ですよね、いや、なのでそうデータ見て増えてるとかって話じゃなくて、なんか そういう話をやたら聞くなっていう、増えてるんだなっていう、そうなんですね、感覚はあるんです、感覚ですけどね。いや、なんか今までこう陽性者数が増えてますみたいな時も、意外と周りでは聞かないなみたいなのが個人的な印象だったんですけど、なんかこの2週間ぐらいやたらなんか陽性になっちゃってみたいな連絡を受けることが今までの中で一番多いなっていう印象はありますね、まあ、ただね、その重症者は依然として低いままですからね、医療体制に何か影響は今のところは出てないわけですけどもね、まあ、なんか連絡いただいた方も別に皆さんなんかこう寝込んでるとかそういう話じゃなくて、まあ、なんかのきっかけで検査受けたら陽性だったんで、ちょっとこのミーティングリスケしてくださいみたいな連絡をですね、この 2,3 週間やたら受けるなっていうことはありましたね、はい、続いてはこちら、日経新聞、中国ハイテクで外資排除。中国政府は業界ごとのこの製品の技術などを定める国家標準でハイテク製品での外資の排除を拡大します。中核部品を含めて中国で設計開発生産するように求めると。外資企業は中核技術を渡すか中国市場から事実上撤退するか、まあ、この判断を迫られることになります。国家
価標準というのは、中国国内の製品の流通のために満たすべき、中国当局が定めた基準のことでして、およそ4万あるとされます。で、具体的にはパソコン、あとサーバー、複合機、プリンターなどのこの IT 製品について、半導体などの中核部品などを含めて中国企業の設計、開発、生産、これを求めるリストを作成したということです。で、検討の草案によると、半導体、レーザー関連などの中核部品を含めた中国国内での設計、開発、生産を新たに要求すると。で、これまでは情報漏洩の防止などの安全技術が柱だったんですが、中国で完結する供給網、サプライチェーンの構築、これを求めています。通信、情報サービス、エネルギー、交通、金融などの重要情報インフラ企業、国家標準に適合した製品のみを購入することが義務付けられます。ここまで徹底する理由なんですけれども、これは逆にこの中国から何か情報が漏れるのを恐れてるってことなんですかね。まあ、今まではどっちかっていうとですね、いろんな規制をかけて海外の技術とか情報をまあ中吸い取るいただいちゃおうと、いうことをやってたわけなんですけども、今回の動きっていうのはある意味、その先ほどのちょっと話、農業とかの話にもつながるんですが、やっぱ国内での供給能力を高めたいというものがあるわけですよね。基本的にはその国内でちゃんとやれと、自国でってことですね。外資企業はその代わりそれをやりたいんだったら、もう完全に中国に全てを残すつもりでやれと、いうような形で、で、まあそのなんだろうな、グローバルに、自由競争という今までのですね、良いとされていたものの社会の中においては、この中国のやり方っていうのは明らかにおかしなやり方だと思いますけども、今実は世界全体がまあ、ある意味保護主義的な方向に舵を切り始めているわけですよね。だ、そういう意味ではなんか中国の方がまともにちゃんとやってるっていうか、逆に言うと日本企業、日本経済もこれは真面目に検討した方がいいと思うんですよ。要は今中国は人口が多いからバンバン中国に進出してる日本企業未だに増えてますけど、そこのリスクってどうなのと、むしろ国内、日本国内ちゃんとやった方がいいんじゃないのと、いうような危機意識を日本企業も持った方がいいと思うんですよね。本当このチャイナリスクと呼ばれる中国のリスクをあまりにも日本の経営者たちは軽視してる気は僕はしてますから、前からね。まあ、日本政府は情報流出を警戒しているということなんですけれども、今の森永さんの話だったら、まあ、中国はすでに動いてるということなんですね。まあ、というかこの情報流出云々とか、バックドアが仕掛けられてるみたいな話は別に昔からある話で、今始まったわけじゃないですからね。時刻7時34分です。時刻7時35分です。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。官民で共同開発した国産ドローン装填が機体の不具合を理由に全国の警察や消防で使用停止となっていることが分かりました。安全性がセールスポイントだったんですが、4月に機体の不具合が原因とみられる墜落事故を起こしていました。で、こちらのこの装填というのはですね、幅およそ64センチ、重さ 1.7 キロ、空撮用のドローンです。で、小型機は中国企業製が日本国内でも圧倒的シェアを誇っています。撮影の画像、飛行データなどの情報漏洩の防止などの観点から国産機を求める声が高まって、この装填というのが誕生しました。で、開発はドローン関連の新興企業の ACSL、 あと NTT ドコモのほかですね、経産省所管の新エネルギー産業技術総合開発機構ですね、NEDO などが共同で担いました。で、装填風速15メートルの強風でも飛行可能でして、離島の測量、災害の時の捜索活動などでのこの活用、これも想定されていると。今年3月に出荷が始まると、この同じ月にはですね、警察庁、総務省、消防庁などの官公庁のほか、民間企業で一気におよそ500台が導入されました。まあ、ところが販売手掛ける ACSL、 6月中旬、機体に不具合が確認されたとして、利用者に機体の運用を制限するよう通知、警察庁や消防庁、全国の警察や消防に配備されたこの装填の使用停止を決めたということですね。まあ、墜落の危険性があったということなんですが、こういうことがあったんですね。
そうですね、1.7 キロですから、はい、こんなもんが空から落ちてきたら、来たらね、本当下に人がいたらね、はい、とんでもないことになりますけど、はい、ただまあちょっとそのだからといってね、国産のこのドローンはもう危ないからみたいな感じで、はい、海外のものを使うっていう方向にはいかないでほしいですよね、まあ、さっきも言いましたけどね、はい、今まではドローンといえば中国企業やっぱリードしていて、そうですね、それをずっと使ってたわけですけども、はい、まあ、やっぱそれのリスクですよね、はい、だってこのね測量とかで土地のデータとか全部抜かれる可能性十分あるんですから、可能性ありますもんね、まあ、なのでね、その墜落してしまったという要因は分析して修理とかして、あの改善してほしいですけど、ね、まあ、これを受けてね、なんか国産ドローンはダメだみたいな、そっちの方向に行ってほしくないと思いますね、はい、時刻7時38分です。この後は武田鉄矢今朝の三枚おろしです。おはよう、テラちゃん。今朝のコメンテーターは経済アナリスト森永康平さんです。東京海上日動火災保険が社員が同意しない転勤や転居を2026年までになくす方針を決めました。共働きの家庭の増加に配慮するためといいます。転勤を敬遠する若者に向けてアピールし、いい人材を採用しやすくしようとする狙い、これもあるといいます。東京会場にはですね、国内あと欧米アジアにおよそ250の拠点があります。でこの全拠点に転勤や転居の可能性があるグローバルコースに所属する社員6000人が新しい制度の対象となると。具体的には事前に転勤の可否するしない、転勤地のこの勤務地のですね希望を詳細に聞き取って、移動の発令時に本人の同意を得られるようにするといいます。でグローバルコースに所属する社員に調査したところ、勤務地とポストの両方が希望とそぐわないケースが1割ほどあったと、まあ、こうしたケースをなくすとしています。海外勤務経験、森永さんは終わりですけれども、このそもそも転勤という制度、これは森永さんどうお考えですか。まあなんか難しいところですよね、はあ、まあ確かにその皆さんいろいろね各自ご事情ありますから、転勤できないという方もいるでしょうし、はい、まあ、人によってはねこの転勤っていうのは人生をおかしくされるから嫌だって人もいると思うんですけど、まあ、ただ自分僕の場合はですね、逆にその転勤というか海外駐在をしたことによって、僕は今は人生にプラスになったなって思うこともありますし、はい、実はそれまでは僕海外で仕事するとかって絶対嫌だって思ってた側の人間なんです。あ、そうでしたか、逆にどっちかというと会社がそういう機会をくれて、無理やりやってみたら意外と良かったっていう本当に気づけた、まあ、いい側のポジションにいたんで、まあ、だからこうね転勤嫌だって人もいるけど、意外とさせられたことによって人生がいい方に行くみたいなケースもあるんでね、まあ、なんとも言えないなって気がしますね。そうですか、あ、最初はもう全くもって考えてなかったんですね。いや僕も飛行機乗りたくなかったんで、そもそもそういうことだ海外で働くのが絶対嫌だと思ったんですよ。意外と働いてみたら勉強になることも多かったし、はい、となるとこの、ね、東京会場のような動きっていうのは他の会社にも広がっていくのかどうかですね、これね。まあ、そうですね、今後でも広がっていくんじゃないですか。やっぱりこう今はなんか社員に優しくするみたいな方向がね、まあ、さっきねお伝えしたように、このいい人材を採用しやすくするという、転勤が嫌だっていういい人材もいるかもしれないってところなんでしょうがね。そうですね、まあでも意外といいケースもあるよっていうことは言っておきたいですよね。必ずしも悪いことばっかじゃないよって、まあね、だって生きてればそりゃどうなるか分かりませんもんね。捉え方次第な時もあるんじゃないかなと思いますよね。そうですか、まあ、森永さん、目の前にいる森永さんはね、行ってよかった、僕は行ってよかったと思います、飛行機は嫌だったけど。そうそうそう、それは今も嫌ですけど。あ、それは今も嫌ですか、はい、慣れたんじゃないんですか飛行機。いや、なんか落ちそうっていつも思ったんですよ。なんかそうですか、なんか普段の冷静なこの森永さん、ちょっと違う部分が今見えた。いやいや、もう震えながら乗ってますよ。そうですか、はい、森永さん今朝もありがとうございました。この後はお隣さんお送りします。おはようテラちゃん、また明日。今日もいい一日になりますように。